関心寺、関心寺は、大阪府河内長野市にある高野山真言宗の寺院。三号を、日野清山と称し、遺跡本山である。本尊は、女意林、観音、回帰、創立者は、自治へである。仏東古寺十八尊、第十三番。奥河内の観光地の一つ。大阪緑の百選に選定されている。伝承では、大宝元年。 701年、縁のオズヌ、縁の行者が改装し、当初、雲神寺と称したとされる。その後、大道三年、808年、空海がこの地を訪れ、北斗七世を誕生したという。これにちなむ七つの、星塚が、現在も境内に残る、なお、北斗七世を祀る寺は日本では、関心寺が唯一である。後認六年、百十五年、 空海は再度この地を訪れ、自ら女遺林、観音像を刻んで安置し、関心寺の事後を与えたという。空海が自ら刻んで云んの話は伝承の域を出ないが、現在近藤本尊として安置される。女遺林、観音像は、様式的に旧世紀の作品とされている。また、関心寺には、奈良時代に遡る、近藤仏四体が伝来することから、 奈良時代創操説もあながち否定はできない。関心寺の実質的な回帰と見られるのは、空海の一番弟子にあたる自治へである。関心寺演技資材長、国宝などによると天朝四年、827年、自治への意を受け、弟子の新章が造営を始めている。なお、年次に関しては、天朝二年、825年とする遺説もある。上和三年。 836年には、石川郡東坂荘が、直によって死入されたと伝えられている。鎌倉時代の末期には、達中五十か寺以上を誇る大寺院となっていた。関心寺は、楠木氏の母大寺であり、楠木正重及び南朝ゆかりの寺としても知られている。昭平14年、1359年12月から、翌昭平15年。 1360年9月まで、五村上天皇の暗宮となった。また、境内には、五村上天皇、日野清両がある。境内にある建掛塔は、一見、普通の仏像のように見えるが、三重塔の一重目だけが建てられた、未完成の建築である。伝承によれば、楠木正重は、剣武の申請の成功を祈願して、三重塔の混流を発願したが、造営半ばで、 港川の戦いで討ち死にしたため、建築が中断され、そのままになっているという。討ち死にした、正重の首は当時に届けられ、首塚に祀られている。室町時代以降は、官僚畑山氏の庇護を受けて栄えたが、戦国時代に入ると、織田信長に治領を募集された。しかし、文禄三年、百九十四年、豊臣秀吉によって十五国の寄進を受け、 豊臣秀頼によって、近藤や書道の修復などが行われた。江戸時代になると、達中牧本院の段家であった江戸幕府の旗本会、少子などの支えにより、仮覧の維持に努めた。安永年間、1772年から1781年には30余りあった達中は、慶応年間、1865年から1868年には12房となり、 明治時代となって、廃仏希釈が始まるとさらに減り、現在では、本望となった牧本院の他には中野院を残す、のみである。2005年、平成17年には、高野山新言州総本山混合法寺より、遺跡本山の自覚が贈与された。当時には、多くの文化財があり、仏像などは、寺内の霊宝館に多数展示されている。 また境内が国の史跡に指定されている。関心寺の本尊で近藤内人の図紙内に安置される。秘仏で毎年4月17.18日の2日間のみ回避される。平安時代前期、旧世紀の作。造高108.8センチメートル、六尾、手が6本の密教長像。長らく秘仏であったため、保存が良く、表面の彩色や、 文様もよく残っている。右足を縦膝とし、六本の手のち、右第一手は方に当てて死衣装とし、第二手は狂前で尿意防止を放置し、第三手はスイカして、樹珠を持つ。左の第一手はまっすぐ下方に伸ばし、第二手は手のひらを正面に向けて、胸の高さで連携を持ち、第三手は伸ばした指先で後輪を支える。かや材の一目像で、と、 体の使用部を一材から木取りした上で、左膝外側部、各腕などに別材を剥ぎ付けている。各腕は、非線、非線、上腕部に巻いた装飾のあたりで剥いでいるとみられる。国宝指定名称は、木造となっているが、間質技法が併用されており、各所に菊草漆、穀草漆、麦漆に木粉などを混ぜたものを厚く盛り上げて、肌の柔らかい感触を表現しており、 密教彫像特有の神秘性と感能性を表出する。面相部や左肩から右腰にかかる上白、下半身にまとった藻などの絵紋は関室技法で成形されている。上下れ、藻、台座の連弁などには、雲言彩色と霧金を用いた造像当初の彩色が残っている。特に藻の装飾は、文様体を四段に分けて、地色や文様を違えた入念なものである。 図上の宝冠は、木製スカぼりで、造造当初のものではないが、平安時代後期の作と見られる。台座は蓮華、上敷なす、花番、毛番、下敷きす、ス、樹座、半花、帰り花、上がりか町、下が町からなる八十蓮華座で、造造当初のものであり、平安初期の仏像台座の典型作である。連弁は十二型三段、計三十六枚に吹かれるが、 うち一枚を防出する。残り三十五枚の連弁は、様式から三種に分かれ、うち九枚が像と同時期のものとみなされる。後輩は二重円章部分は平安時代のものだが、像と一具ではなく、他の像の後輩を転用したものと推定される。なお、百五十五年、近藤に不審者が侵入した際に、本像を既存し、右第三点の手先と、 左第2家の手先を持ち去ったため、これらの部分は補修されている。郵便番号586-0053大阪府河内長野市地元475を楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。